もちろん、私は今日参議院議員として質問させていただきますが、まあ、この共同親権の法律には、対しては、当事者としても質問させていただきたいと考えていますので、法務大臣、またそれぞれの閣僚の皆さん、よろしくお願いしたいと思います。えー、身内の恥をさらすようですが、最も幼い時の私の記憶は、父の母への暴力を止めている自分の姿です。何度も母の背中に背負われ、逃げました。 当時は DV 防止法もありません配偶者暴力相談支援センターもシェルターもなかった時代です逃げるたびに父は母の実家で土下座をしもう絶対に手を出さない酒も飲まないと約束し何度も何度も嘘をつき続けました逃げていた数日間がどれほど心穏やか,穏やかだったか分かりませんまた十数度の入退院を繰り返しましたが治療を受け酒の抜けた父は病院帰りに 酒を買い数日のうちには、よくも俺をアルち扱いしたなといつものように暴れだしました。茶舞台返しは日常茶飯事でした。割れた茶碗やコップ、散らばった料理の残骸を片付けながら、いかに母と情けない惨めな思いをしたか、今思い出してもずっとします。中退した高校の先生にだけは、どこにいるかを伝えていましたが、先生には行き先を伝えないでほしいとお願いをしていました。 父は何度か高校に問い合わせに来たようですが、いよいよ先生に対して脅し文句で、父親に教えなければ学校を訴えるとの発言をしだし、先生から SOS の電話が入りました。母はこれ以上迷惑はかけられないと、先生に私たちの居場所を伝えていただいて結構ですと、涙ながらに電話で話していたことが思い出されます。その時からいつ父が私たちのところに来るのだろうか、またあの、 地獄のような日々が始まるのかと暗淡たる気持ちになったことを覚えています父はインテルで外面が良くて周囲はそんな父の姿を想像できなかったと思います今回の共同の審議への審議に際して多くの DV 被害者当事者の方そして弁護士支援者の声を聞きましたその声が本当に法務省に届いているんだろうか与党にも届いているんだろうかそして 法制審議会は適切に運営されたんだろうか、法務大臣、例えば今回の民法改正で、せっかく離婚が成立して子どもと再出発をしている DV 被害者の皆さんが、親権変更の申し立てを受けるかもしれない、また加害者と向き合わなければならない、裁判の行方もわからない、お金もかかる、そしてもし共同審議員が認められたらと、不安に思っている皆さんの気持ちは、 法務大臣ご理解いただけますでしょうか先生が今、代弁されたような不安を持っていらっしゃる、また苦しみを抱えていらっしゃる方々が大勢いらっしゃるということもおっしゃる通りであります、それも改めて我々法改正に携わる者一員、我々もその一員としてあの、心にそれを重く置いて取り組まなければならない課題である、そのように改めて認識をさせていただきました。 法務省にお伺いします。これまでの法制審議会、家族法制に関する部会で、全会一致でない議決が含まれている要項案を策定、提出したことはありましたか。お答えいたします。家族法制に関する部会ではありません。国民生活民法というのは本当に関わるんです。だから民法改正は法制審議会で何回も議論をしてやるわけです。今回多数決で決めました。初めてのことです。 私は非常に遺憾に思います。加えてパブリックコメントで当事者の声が多数切り捨てられました。審議会には当事者が委員としては参加できませんでした。この数日間、環境省が水俣病の皆さんへのマイクを切ったということが大問題になっていますが、私はある意味で言うと、今回、パブリックコメントで当事者の意見、審議会にも委員が 当事者が入ってなかったことも含めて、そして初めて民法の改正の審議会の中で、全会一致ではない状況を作ったということは、ある意味、環境省が水俣病の方のマイクを切ったのと、もっと大きな意味で、今回同じようなことをしたんじゃないかというふうに思います。しかしながら、今回、まさに神経に関して、天地をひっくり返したような大きな改正をしようとしています。 高葛藤の父母に関して、その子の利益のため、互いに人格を尊重し、協力しなければならないとして、共同親権を指定することが、本人同士の同意がなくても裁判所が指定するということになっています。いいですか、離婚しようとしてるんですよ。裁判にまで行ってるんですよ。互いに人格を尊重し、協力しなければならない。そのことが分かって協力し合えるんだったら、離婚で裁判まで行かないでしょう。 もうそもそもこの前提が、私は間違っていると思ってますよまず、共同親権に至るステップの中で、えー、虐待の恐れ、あるいはあ DV の恐れがある場合には、これはあ単独親権にしなければならない。決して共同神経には なならないわけでありますそしておそらく、まあ、これはあのこ今施行以降の話でありますけれども、合意ができないということは、大きな、大きなこの共同親権の、共同行使の、まあ、障害になりうる。 そういう判断はまあ当然、結果的には出てくるとも私は思います。したがって、多くの場合は共同親権ではなくて、単独親権があーの道を行くという形になりますが。もう一個大きな問題があるんです、今の不安の中で。2001年に DV 募集が議員立法で制定されて20年運営しています、運用しています。本当に地域の中の えー、センターやや相談員や自治体頑張っててくれています d ー防止法の制度設計は、とにかく命や体の危険の防止、安全を守るとこ,でことで保護命令制度を作って、一時保護制度を作っています、わかりやすく言うと、逃げることをで大前提としています、つまり婚姻中ですから、共同親権中です。それで子供の 居所について逃げるということは移動しますこれ今までは逃げることは違法じゃないんです小連れ別居は違法とは評価されないんですしかし今回改めてこの旧白の要件が入ったことによって本当にこれで自分たちの小連れ別居を逃げることが違法だと言われないのかちゃんと正当化今まで通りしてもらえるのかこれは自治体も 相談センターも支援者も弁護士もみんな、このことの運用について不安に思っています、ここは一切変わらないということを明言していただけませんか各行政、各省庁が取られている措置が、この改正によってどのような影響を受けるかということにつきましては、一時的には各省庁の解釈と運用によるものかと思いますが、基本的には、えー、今の現行法での運用と変わらないと考えております。 山哲郎さん各省庁の解釈とか、悪いけど裁判所にの判断だとか、全然調整できてないじゃないか、法務省なんだ、法律作ったら、あは各省庁に判断任せるのか、そんな無責任な答弁してるから、みんな不安になるんじゃないですかあの子供を連れて、えー、著書を変える。 DV の被害から逃げる、それは DV の恐れがまさにあるから、現実にあるから、そういう行動が起こるわけでありまして、その場合には、これはもう DV がある、恐れがあるというふうに、この法体系の中では認定されます、したがって、そういうことも踏まえながら申し上げれば、今の取り扱いが変わることはありません先ほどから申し上げているように、DV やそういった事象の人たちはみんな不安でいます。 どうか、そういう人たちが不安が解消できるような国会の審議にしていただきたいと思いますし、審議を打ち切って採決をするとか、無理やりやるようなものではありません。民法の改正っていうのは本当に与野党ともに、ある意味了解の上で、そして当事者がみんなが安心できる状況にしないと、この戦後の大改正のこの家族の元が変わるようなですね、天地ひっくり返したような、 改正についてはですね、慎重にお願いしたいと法務委員会の先生方、委員長にお願いをして私の質問を終わりたいと思います今日はありがとうございました